平野紫耀の27歳の奇跡、コミュニティとイベントの魅力的な影響。こんにちは、皆さん。平野紫耀ファンの皆さん、お待たせしました。平野紫耀が自身のインスタグラムに投稿した6つの興味深い画像とステータスラインについて一緒に振り返りましょう。27歳の誕生日を迎え、彼のメッセージがもたらすコミュニティへの影響に焦点を当ててみたいと思います。 最初に、驚きと感謝の表現が満載のステータスラインに注目しましょう。2万3000件のコメントと34万4000件のハートが立った1時間で集まったことは圧巻ですね。コミュニティ全体が祝福の言葉で満たされ、ファン同士が結束する瞬間となりました。平野仕様のファンたちのコメントからは、彼への深い愛情とサポートが滲み出ています。ファン同士がつながり、共感し、合うコミュニティの強さが感じられます。 これは単なるアーティストとファンの関係を超えて、一種の大きな家族としてのつながりを象徴しているようですね。そして、誕生日のお祝いコメントからは、平野紫耀がファンにとってどれほど特別で大切な存在なのかが垣間見えます。その中には、ハワイでの写真や佐藤くんのヤモリにまつわる賑やかな会話も、これが彼のファンたちが共有する共通の興味や楽しみの要素なのでしょう。 27歳の誕生日を祝福するコメントには、家族や友人、仲間たちへの感謝の気持ちも現れています。彼の存在が、多くの人たちにとって喜びと幸福をもたらしていることが伝わってきます。それだけでなく、彼の笑顔がコミュニティ全体を元気づけていることが伺えますね。最後に、彼の27歳の新たな一歩に対する願いや期待が綴られたコメントが目立ちます。 これからも挑戦し続け、新たな冒険に踏み出してほしいとの温かいメッセージが寄せられています。ファンたちの期待とともに、平野耀の未来がさらに輝かしいものになることでしょう。平野耀、27歳のお誕生日おめでとう。これからも彼の素晴らしい冒険と笑顔に期待しつつ、彼と共に歩むファンの皆さん、一緒に素敵な一年を楽しみましょう。